カの有名なコロラド川のずっと上の方のごく小さな流れのところで、私どものハーリー博士が録音してきたものです。全長が2320キロにも及ぶこのコロラド川も、最初はごく小さな流れ、遥か海を目指して流れていきます。インディアンたちと戦いながら西部を目指して滅ばし隊が進んでいった屈したアリゾナ州の砂漠を横切り、コロラド川はやっとその長い旅路を終えてカリフォルニア湾に注ぎます。この壮大なコロラド川も、その源はごくちょろちょろ流れるごく小さな水の流れにしか過ぎないのです。さて、あなたは今暖かい、とても暖かくて気持ちの良い風があなたの体の上を通り過ぎていきます。気持ちがとっても清々しいため、体がすっかりリラックスしています。あなたの頭のすぐそばをコロラド川の温かい水が、気持ちの良いせせらぎの音、湖までがきれいに洗い清められるようなすがすがしい気持ちがしてきて、あなたの心も体ものんびりとくつろいで楽になっています。それでは深呼吸をしてみましょう。深く息を吸い込み、そしてゆっくりと頭の良くなる自律訓練法の中で最も基本になる暗示の言葉である気持ちが通す訓練の練習を始めるときは、いつもこの気持ちがとっても落ち着いている、この暗示の言葉を心の中でゆっくりと3回唱えます。それでは私のすぐ後についてゆっくりと、そしてぼんやりと心の中で唱えてみてください。気持ちが、気持ちがとっても落ち着いている。寝ていると、あなたの体中の力がすっかり抜けて、だらーんとリラックスしてきます。そして不思議なことに、気持ちがとっても落ち着いて、気分がすっかり、それでは今から取り消し動作を行って元のあなたの状態に戻りましょう。このはい、それでは両手を握りしめて原骨を作りましょう。そしてその両腕を強く曲げたり伸ばしたりしてみてください。腕の重ったるい感じがすっかり抜け切るまで、この両腕の屈伸、それでは大きく背伸びをして自律訓練法のウォームアップ、気持ちがとても落ち着いている、
この暗示練習を終わります。